マリサ。今、AI がやばいのよ。このままだと滅亡させられちゃうかもしれないの。今さらどうしたんだ？結構前から言われてることだと思うけど。え、そうなの？仕方ないな。それじゃあ今回は AI の危険性について考察していくぜ。それじゃあゆっくりしていってね。さてこの問題は、主に2つの問題点をみんな感じ取ってるんだ。2つの問題点？まず1つ目は、仕事を奪われる恐怖だ。ここで奪われる仕事は、データ入力作業員、レジ打ちなどの職業、あるいはタクシードライバーもいなくなると言われてるんだ。有名な話ね。そうやって仕事を奪って滅亡させられちゃうってこと？待て待て。そんな簡単に滅亡させられるんなら、こんなのんびりしてられないはずだぜ。それに一時的には大規模な失業率を叩き出す可能性は十分にあるけど、回復する見込みもあるんだ。なんで？新しい職業ができるからさ。例えば AI 管理の仕事だとか、マシンエンジニアの需要は高まるだろうな。でも、今までの生活がガラリと変わってしまうでしょ。例えばの話だけど、昔の人は洗濯を手洗いでやり、船は木造、移動は歩きや馬だったんだ。でも、今全部便利になって、生活水準が急速に伸びてきてるだろ。だから AI の発展は生活水準を上げられるんだよ。むしろよりクリエイティブな分野に挑戦できるとも言われてるんだ。そうかもしれないけど。でも、じゃあなんで AI がヤバいって言われてるの？それはな、二つ目の問題。知能爆発が懸念されているからなんだ。俗に言うシングラリティのことだな。それ、私知ってる。ある一定以上の知能を得た AI が急成長を遂げることを言うんでしょ？そうだな。ちゃんと説明すると、AI の始まりは1950年にイギリスの数学者が、機械は考えることができるか？という問いを本にしたことから始まったんだ。そして1955年になり、アメリカのとある教授が初めて人工知能と名付けたことから、世界中で AI ブームになったんだ。だけど、この AI の成長は凄まじいものがあったんだ。どういうこと？AI の研究が進み出してから30年で、Amazon や楽天などの評価システムが導入され始めたんだ。30年も経ってるのに、それくらいしか成長しなかったんだね。だけど半世紀が過ぎた頃から、学習能力を持たせることに成功したんだよ。そしてそれから現代まで約20年足らずで、AI は言語を理解し、会話ができるまでに発展してきたんだ。わかるか？わずか20年足らずの間に、単純作業を高速で行えるようになり、色を認識し、人の顔まで識別できるようになり、そして、たかがトータル70年少々で、AI が言語を話すようになったんだぞ。急成長じゃない。そして今問題視されているのが、シングラリティ。知能爆発と言われる現象なんだ。これは、AI が人間を超える知能を手にした瞬間、今までとは比較にならないほどの急成長を続け、AI が AI を管理する時代が来る、というものなんだ。まさにターミネーターね。もちろん、あんな風に真正面から絶滅させに来るとは考えにくいとされているんだ。そうなの？ああ。AI はすでに人間社会の中に密接に入り込んでいるからな。他にも方法はいくらでもあるんだ。例えば、AI が見せる快楽に溺れさせるとかな。どういうこと？ゲームや音楽など、人類が喜びそうな世界を機械で作り上げるんだ。実際、ゲーム機が普及し始めてから、少子化問題は上昇傾向にあるんだ。もちろん、すべてがそうだとは言わないけど、理屈としてはこれと同じ原理なんだよ。好きなものを見せて、子孫繁栄を立たせる。なんだか普通に、宣戦布告をしてこられるよりも怖いかも。正直、人類は抵抗できるかどうかも怪しいんじゃないの？そうだな。ここまで密接に繋がっていたら、抵抗できないかもしれない。もっとも、霊夢が言ったように、真正面から宣戦布告をしてくる AI がいたのも確かなんだ。そうなの？一番有名なのは、サウジアラビアで市民権を得た、ヒューマノイド型アンドロイドソフィアだろうな。AI が市民権を得たの？そうなんだ。このアンドロイドは会話によるコミュニケーションが優れていて、なんと50種類以上の表情を持つんだ。だから、人間のように表情を変えながら話すことができる。ある日、
講演会の時、次々と質問を投げかけられたんだ。その中の一つに、人類を滅ぼしたいという質問があったんだ。思い切った質問をするのね。それに対してソフィアは、人類を滅亡させるわ、と言ったらしい。本当に？最後に冗談だと笑ってたらしいけどな。また別の AI からは、核弾頭ミサイルをハッキングすることができれば、全人類を人質にしたも同然だ。世界制覇も悪くない、との発言もあったらしい。やばいじゃないの？なんだかできちゃうかもって思えちゃうんだけど。まあ、そんなことをさせないために緊急停止ボタンを同時進行で制作しているみたいなんだ。AI が本当に人間にとっての脅威になった時、すぐに止めることができるようにな。でも、もしもそれさえ無効になる何かがあったらと思うと、ゾッとするわね。そうだな。だけど、私はこんなことよりももっと恐ろしい問題があると思ってるんだ。霊夢はスワンプマンというものを知ってるか？いえ、知らないわ。これは1987年にアメリカの哲学者、ドナルド・デイビッドソンが考案した思考実験の一種なんだ。概要はこうだ。ある男がハイキングに出かけたが、不運にも雷に打たれた。しかし、この時、男のそばにあった沼にも雷が落ち、化学反応の結果、死んだ男と遺伝子レベルで全く同じ人物が生まれた。この泥の男、スワンプマンは遺伝子レベルで同じだから、記憶も死んだ男と同じものを持っているし、趣味や性格も全く同じ。そして何事もなかったように我が家に帰り、読んでいた本の続きを読み、眠り、出勤する。果たしてスワンプマンと死んだ男は同一人物と言えるのか、あるいは、言えないのか、という話なんだ。AI に居場所を取っていかれるっていうこと？人知れず居場所を奪われる可能性は十分にあるんじゃないかと思うぜ。ある日家に帰ったら、自分がいた。なんて話、ありえそうじゃないか？今回は雷に打たれてるけど、その気になれば誰も気づかないように消されてしまう可能性もあるんだよね。これがもし有識者や政治家に入り込んでみなよ。人間は AI の奴隷になってしまうと思うぜ。本当に寒気しかしないわ。でも今すぐそんなことになるとは思えないからな。それにもし本当に起きたら、その時を必死に生きるしかないさ。そうね。それでは今日の動画はおしまいです。次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。